それでは織戸さんが乗ってこられた愛車をご紹介いただきたいと思います。それがこちらで、はい、もう趣味良すぎ、かっこよすぎ。織戸さん、はい、これちょっと紹介してください。これはあの1970年式の911ポルシェです。はいはい、まあ、グレードは T っていうあの一番下のグレードなんですけど、まあ、当時これロスで走ってた車 で、 そ、 んなんですか。その当時にエンジンが、その当時のスポーツエンジンが乗ってて、うん、結構ねあの今でも調子良くてご機嫌な加速をしてくれるんですよね。はい、これはホイールはオリジナルですよね。ホイールは、はい、オリジナルで、ブレーキは当時のやっぱ S キャリパーっていうやつに変えて、うん、であと内装は自分でちょっとプチレストをして、うん、あとサスペンションは KW が入ってます、ね。はい、このシートはね、あの折戸さんらしいんですけども、はい、このなんか千鳥格子のね、そう、シートはあの国内のグリッドっていうシートメーカーなんですけど、はい、この生地をドイツから取り寄せてグリッドで特別に作ってもらったんです。でしょ、はい、こんな僕初めて見たの、おしゃれ。このなんか千鳥格子がクラシックな感じがするから、そうなんですよ、やっぱなんかこれ雰囲気いいですもんね。室内さんどうですか。あ、室内もさ、うん、もうレストアしてあって綺麗。室内も全部こうカーペットとかいろんなものをあのやり直して、いやだってこのさゴムのモールなんかが全然綺麗だもん、うん、普通ボロボロだよ。そうですね、これまあウェザーストリップのね、はい、でこれがゴムがねダメだと思うんですけども、はい、綺麗にしてる。これあれですか、ロスから、うん、持ってきて、ロスから日本に入って前のオーナーが結構お金かけて外装とかレストアしてたんですね、はい、でそれをたまたま紹介してもらってそれを購入して、うん、まあ、僕は内装とか足回りとかをやり直したみたいな。外装とかは全くいじってないですけど。ああ、もうでも、はい、もう全く問題ないですよね。これもフロントガラスも変えてるんですか。フロントガラスも新品だって言ってました。そうですよね。ポルシェ、この当時のポルシェでも、うん、結構新品パーツが、まあ、車外も含めてですけど、もうほぼいろんなパーツが全て揃うらしいので。うん、このポルシェはかっこいいなぁ。いや 911T なんだけど S のエンジンが乗ってるんだよ、はい、おー、ちょっと見せてよ S のエンジン、はい、パワーが強いってことですよね。そう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 、 S の方が、お、綺麗、綺麗綺麗にしてる、はい、マグネシウムケースなので、うん、で本当はキャブじゃないんですけど、うんうん、キャブなんですね、これは、うん、おー、安定感あるじゃない。確かに。こうやって車見ないで音だけ聞いてるとバイクかなと思って。確かに。ね、ドロン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 。だこれ緊張で迷惑ですよ。これね、朝やっぱどれですか、暖気は冬は。いやいや、そんなに暖気しなくてもちょっと回転上げればもう走っちゃうんで。はい、結構でもいい音。いい音だよね。はい、いい音。いい音するね。今度例えば。はい、あ、もちろんね、お寿司さん専門家だからあれなんですけども、普通の方がこういうのを購入して、はい、どこで整備するんですか。うん、いや、やっぱりこういう車専門のやっぱ職人さんじゃないとなかなか多分、うん、逆に言うとエンジンとか多分できないんで、うん、でも車自体の構造はめちゃくちゃシンプルなんで、うん、まあワーゲンと一緒ですもんね。はい、大げさに言うと A86 とそんな変わんないんですね、うん、はい、いやでもね、ちょっと先ほどちょっと土屋さんとも話したんですけども、はい、土屋さんは多分こういう趣味性のある車でも、はい、なんかそういうタイプを選ぶと思うんですけども、はい、折戸さんはレーサーなのに意外となんかここね、はい、ちょっとなんかおしゃれすぎちゃって、はい、なんでこっち側に行っちゃったんですか。いやいや、もちろん現役のスポーツカーも大好きなんですけど、うん、こういうなんか古い車にやっぱ年取ってすごい興味を持ってきて、うん、逆にこの車も購入したのは、まあ、小さい頃からの憧れもあるんですけど、うん、なのでこの当時の車を乗ることによってなんか車の歴史みたいなのもちょっと勉強できるんです。なるほど。あと街中ではね、持田さんもそうですけど、うん、僕もスピードはもういらないんで、うん、あ、そりゃそうだよ、はい、のんびり気持ちよく飽きてますもんね、はいはい、気持ちよく走れればと。やっぱね、心に余裕がある人っていうのは遊び心の車を手に入れてる。なるほど。だってこれだってカットバス車じゃないもん。まあそうですね、はい、
おしゃれにこう優雅に乗って、あ、なんか俺って幸せだなっていう。それこそ50代ぐらいからね、はい、あのなんか その辺の人たちが乗ってると、ね、これから秋に向けてさ、ジャケットかなんか着てるとさ、はい、いいよね。おしゃれ。こんなんで軽井沢とかね、はい、行ってるでしょ、まだ、はい、悪いことしてるでしょ。いや、してないです。ああ、はい、ちょっとするでしょ。一切やってないです。嘘ですね。一切やってないです。この手つきが怪しいですよね。これショッカー軍団みたいなのがね。今回番組収録に協力してくれるのは埼玉県坂戸にあるアヘッドさんです。車の買取販売からカスタムチューニングまで任せられます。コンプリートカーも販売してます。番組をご覧の皆さんもぜひ一度遊びに来てください。さあ、今回は折戸さんにガレージ、そして愛車をご紹介いただきましたけれども、うん、いかがでした。折戸はいっぱい他にも車持ってるから、ね、AE86 のドノーマル、めっちゃ綺麗な、うん、あとはもうさ、スープラは一通り持ってるでしょ。80スープラのノーマルからフルチューンからで新しい90スープラっていうね、そういう生活をしてるのにプライベートはこういうおしゃれな車に乗ってずるいよね、うん、ずるいよね。ちょっとずるいですよね。絶対なんか裏でなんかやってるね。僕やってると思う。完全やってると思います。絶対やってるな。多分ね、横浜のね、女性流してると思います。横浜だけだけではないですよ。俺全国にいると思うな。ありがとうございました。いやいや、ありがとうございました。ありがとうございました。とても楽しかったです。ありがとうございました。ぜひいらしてください。ありがとうございました。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。